キャンピングカーの中を電気化しました。まず電子レンジ、そしてオーブン、トースター、なおかつ、コーヒーメーカー、そしてですねコーヒーメーカーがあって、はい、これです。氷作るやつです。氷作るやつ、そしてエアコン、窓用のエアコン、サーキュレーター、そしてですね実はこの下にガスレンジあるんですけども、火は使わないということで、ここも使えないようにしまして、フッ素樹脂加工でミニグリルな鍋、これだったら電気ですからまだ使ってないんですけども、これ買いました。そしてもう一つ新しいアイテムとしまして、よいしょ、これです。エコフローの、マックス買いました。以上がですね、電気で動くということで、前もご紹介しましたけどここに 2000W のインバーターつけましたから、まあ電子レンジとかトースターとかは動きます。そしてエアコンなんですけど、エアコン大体ね 600W 弱ぐらい使って、これが570ぐらいですからずっとは使えないんですけどね、少しくらいだったら使えます。これ今どんななってんだ、これ便利ですね。今 94% 残ってますけど、っていうふうに、だんだんですね車の中がなんか本当に電化製品でいっぱいになってきました。これね、でも夏過ぎたらねエアコンとかを下ろさないと、あれだけでも20キロぐらいありますから、ガソリンがね燃費が悪くなると思いますのでね、それを下ろしていきたいと思います。で、これはセカンドストリート、これもセカンドストリート、これは自宅から持ってきました。そして、氷作り機か、あれもセカンドストリートやったかな、これはまあアマゾン、これもアマゾンいうことですね、いうことで、それからこれ綺麗でしょ、今セカンドストリートで買ってきました。これ新品で1440円やったかな、なんかそれぐらいの値段です。まあこうやって見たらね、なんかごちゃごちゃしてますね。まあでもキャンピングカーって使ってたらなんかだんだんこのようになってくるんかな、毎日ほとんど生活してたらねこんなようになってくると思います。はい、以上です。またよろしくお願いします。